どうも、チョロです。ポケガの PVP の動画を上げております。今回ですね、この世ざるクレセリア・プクリンというパーティーで、スーパーリーグ潜っていこうと思います。で、一戦目なんですが、相手がブラッキーですね。まあ、これは出しがちって言っていいんじゃないかな。相手のブラッキーが最高キリンスとかまさか覚えてないと思うんですけれども、うん、まあでも、うん。まあいけると思います。で、相手がこれ技打ってくるんですが、まあ、イカ様どれぐらい入るかちょっと見てみたいですね。まあ、当倍になると思うんですけれども、うん、まあこれぐらいか。まあ、これぐらいだったら、まあまあってとこかな。で、こっちはインファイト打っていったんですけれども、まあ、相手が張ってくるか張ってこないかですね。まあ、張ってくるならハリハリ勝負していこうかなとは思うんですけれども、どうしようかな。で、張ってこなかったんで、これは良かったですね。で、この後相手がどういう動きをしてくるかなんですが、出てきたのが、クレセリアということで、まあ、そこにはシャドーボール打っていくんですけれども、これどうだろうな。まあ、当然張ってくると思うんですが、これ張らせたら、クレセリア投げようかな。インファイトでね、ちょっと防御力落ちちゃってるんで、うん、まあ、クレセリア投げていって、まあ、相手がサイコカッター型なんでね、まあ、結構ゴリゴリ押してくるとは思うんですけれども、まあ、でも、まあ、クレセリアさえ削ってしまえば、プクリンね、なんとかなりそうな気がするので、うん。まあ、悪くないんじゃないかなと思います。だけど、まあ、突っ込んでいって、で、相手はムーフ打ってくるんですけれども、まあ、こっちも当然ムーフ打っていくんですが、まあ、相手の方が回転が早いんでね、まあ、ちょっと様子見ながらやっていきたいんですけれども、まあ、やられるところぐらいでシールド貼っていくって感覚でいいんじゃないかなと思います。で、もう一つ言えるのが、こっちのクレセリアに対して、相手がね、クレセリアで突っ込んできてるってことは、裏のポケモンがね、クレセリアに弱いんだと思うんですよ。しかもこちら念力型なんで、うん、なのでそれ見てね、相手はね、ちょっとね、嫌がってるんじゃないかなと思います。まあ、そこまで分かったのであれば、シールド貼っちゃっていいですね、これ。うん。だけど相手がこれ技打ってくるので、うん、まあ、ここはもうシールド貼っていこうかな。うん、貼っていって、まあ、様子を見ていきたいんですけれども、うん。まあ、やっぱりちょっと嫌がってるような感じしますよね。で、ここでムーンフォースを打っていくんですが、これで相手が張ってくるか、張ってこないかなんですけれども、どうするんだろうな、張ってくんのかな。まあ、張ってきたらもうクレセリアがきついっていうのが結構確定してるのかなと思いますね。まあ、そうなってくると、裏にいるポケモンが念力に弱いポケモンかな。まあ、格闘ポケモンとかがいるのかな。まあ、流行りのこの世ざる、まあ、こっちも使ってるんですけれども、まあ、いてもおかしくないですね。で、相手がムーンフォースを打ってくるんですが、これは受けられるのは受けていって、で、こっちは、草結びを打っていって、まあ、これで、対面は維持できた感じかな。まあ、シールR1枚取ってるんで、まあ、割となんとかなるんじゃないかなと思います。だけでね、まあ、ここで草結びを入れていって、で、ラストなんですけれども、出てきたのが、不思議花ですね。不思議花か。なるほどね。うん、まあ、確かに念力だときついですね。うん、だから引けなかったのか。で、まあ、ここにプクリン投げるとね、まあ、起点にされちゃうだけなんで、まあ、ここはこのヨルザル投げていって、あ、相手が諦めましたね。対戦ありがとうございました。相手はね、ハードプラント2発打たなきゃいけなかったんでね、まあ、諦めしかないですよね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がプクリンということで、これ出し負けですね。まあ、ちょっときついので、まあ、クレセリア投げてったんですけれども、まあ、それに対して相手が追ってきたポケモンが、アローラサンドパンということで、通常のアローラサンドパンの粉雪型。これはなんか逆にいけそうですね。シャドウクローだったらね、通常技で結構、ゴリゴリ削られてしまって、まあ、痛いかなと思ったんですけれども、まあ、やりようによっては対面回せそうな気がするんですよ。うん。だけど、まあ、ムーンフォース打っていって、しかも攻撃弾が引けたんで、まあ、これ大きかったですね。まあ、攻撃弾が引けたのであれば対面回避しちゃおうかな。うん。まあ、ドリルライナー打たれたらちょっとな、痛いと思ったんで、まあ、シール貼っていったのがレッドパンチでしたね。うん。まあ、でももう攻撃弾が効いてるんで、まあ、こっちはもう、無理やり突破していく形でいいんじゃないかな。うん。で、まあ、回転的にも相手これ、あれですしね。普通に受けられますし。うん。まあ、通常なんで、非力なんでね。まあ、対面回避そうな気はしますね。だけで、相手がここでね、なんだ、もう一発技打ってくるんですが、まあ、全然食らえるんで、受けていって、で、こっちは、草結びでいいかな。なんか、アロラサンドパンだったら、うん、剥がれタイプなんですけれども、そんなにね、言うて耐久力ないですよね。うん。だけど、まあ、草結び打っていって、まあ、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、張ってきましたね。で、相手が技打ってくるんですが、ドリルライナーでもなんか受けられそうな気がするので、まあ、シールドアード取って戦っていこうかなと思います。で、相手がここで技打ってくるんですが、うん。まあ、これも受けちゃっていいですね。もうこの矢猿で来てもらっていってって形で戦えるかなと思うんですけれども、まあ、とりあえず草結び打っていって、まあ、これでシールド剥がしていって、うん。シールドか対面ってところですね。うん。まあ、迫っていこうと思うんですが、張ってきましたね。となると、どうかな、倒しきれるかな。あ、同時落ちか。うん。まあ、シールアード取った状態で同時落ちだったら、まあ、悪くないんじゃないですかね。ただ、ま、相手のラスト次第なんで、
まあ、この世猿投げちゃっていいかな。まあ、プクリンじゃないや。マリレリが出てきたとしても、シャドーボール一発はぶち込めると思うので、まあ、この世猿投げていきました。で、まあ、相手がマリレリ投げてきたので、もうこれはあれかな。プクリンにかけようかな。まあ、ちょっとラストわかんないんですけれども、まあ、鋼とかいたらね、まあ、きついんですが、まあ、でも、まあ、ここはもうあれですね、下手にプクリンに変えても、まあ、シールを剥がされた上で、まあ、マリレリとの潰し合いになってしまうので、うん。なので、まあ、まあ、リベルをやったらプクリンにかけて戦うって感じしようかなと思います。だけどね、相手がここでじゃれついてくるので、うん。まあ、シールド貼っていって、で、あれかな、インファしか間に合わなさそうなんで、まあ、インファ打っていって、まあ、これ、頭髪取れてると思うんですけれども、うん、まあ、この後のプクリンが刺さってるか、刺さってないかって話ですかね。というわけで、相手がじゃれついてきて、うん。で、まあ、ここでね、やられちゃうんですが、まあ、あとは本当ラスト次第ですかね。もうシールドなしの殴り合いになるので、うん、まあ何が出てくるかなんですが、出てきたのが、電磁虫か。まあ、電磁虫相手だったらいけるんじゃないかな、どうかな。どうだろう。相手が結構溜めてきてますね。うん。あれなのかな、これ噛み砕くと、あれだったのかな。シザークロスとかだったのかな。多分そうじゃなければ法で打ってたと思うんですけれども、うん。まあでもこれで倒しきれるんで倒していって、で、あとはマリルに甘えていって、こちらの勝ちですね。対戦ありがとうございました。念力のクレセリアがね、地味にいい働きしてくれましたね。あと相手のアロラサンドパンがね、まあ、粉雪型だったってのも大きかったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手プクリンで、まあ、これ出し負けなんで、まあ、クレセリア投げていこうと思うんですけれども、まあ、それに対して相手が投げてきたポケモンが、この世猿でしたね。これは釣られた感があるのかな。まあ、こちら念力型なんで、まあ、シールド1枚貼ってしまえば、タイミング奪えるんでね、まあ、それでやっていこうかなと思います。だけど相手がここで、あ、辻切り打ってきましたね。っていうか、まあ、回数的に辻切りだったので、まあ、貼らなかったんですが、まあ、辻切りというか他の技だったので、シャドーボードじゃなかったんで貼らなかったんですけれども、辻切り型か。まあ、辻切り型だったらタイミングとこれ取れそうですよね。次のシールド貼ってしまえば多分念力だけで持っていけると思うので、うん。戻ってきたプクリンに、まあ、しっかりと技打てるんじゃないですかね。で、相手がここで辻切ってくるんですけれども、まあ、これは普通に受けて、貼っていって、で、まあ、タイミングを維持してしまえば、この後は、裏のプクリンに技打てるんじゃないかな。で、あとはプクリン同士の潰し合いに持っていってしまえば、普通に勝っていけるんじゃないかなと思います。だけど、まあ、ここでね、なんだ、ムーホス打っていったんですけれども、これちゃんと CCT した方が良かったですね。まあ、ちょっと失敗したんですが、まあ、でも OK でしょう。まあ、これダメージ取れてしまえば、あとは、裏のプクリンで、なんとか詰めていけると思うので、うん。まあ問題ないかなと思います。で、まあここには当然プクリン投げていくことになるんですけれども、まあラスト次第ですかね。で、出てきたポケモンが、ニョロボンだったら、これは相手諦めるしかないんじゃないかな。まあ諦めますよね。うん。対戦ありがとうございました。今のも念力クレセリアがね、いい感じでしたね。まああれで相手がもう出せるポケモンがいなかったというか、まあこの世猿で、まあ追っかけてきて、まあシール剥がしに来たと思うんですけれども、まあ最高勝った型じゃなかったんでね、相手としてはね、厳しかったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が砦で、ウツボットに引いてきたってことは、まあ、砦草草か、まあ、砦草プクリンだと思うんですよ。うん。多分、砦草プクリンなんじゃないかな。最近は、草草よりなんかそっちの方が多いと思うので、うん、なので、まあ、全然いけるかなって感じですかね。ただ、まあ、ちょっと砦プスに起点作られちゃうとは思うんですけれども、まあ、でも草結びガンガン打っていけるんで、まあ、それはそれで悪くないかな。ただ、まあ、ちょっとここはちゃんと、まあ、CCT やった方が良かったっすね。うん。まあ、2発打てば、まあ、8ターンで相手が、ね、3ターンで3発打つって感じだったので、うん。まあ、ここは失敗したんですけれども、うん。まあ、でも OK でしょう。まあ、そのまま突っ込んでいって、で、まあ、草結びを打っていくんですが、これあれっすね、なんだ、まあ、トリテクサクサだったらちょっと厳しいんですけれども、まあ、トリテクサプクリンだったら、まあ、いける感じですかね。うん。で、まあ、そのまま突っ込んできて、まあ、相手はとどめ刺しに来るのかな。うん、まあ、結構ゲージ溜めてると思うんですけれども、まあ、この世猿で全然なんとかなると思うので、うん、まあ、OK だと思います。で、相手はしっかりとね、技、こちらのタイミングで合わせていってきたんですが、うん。まあ、でも OK でしょう。ここはやられていって、で、まあ、こちらのこの世猿を見たら、相手は、まあ、帰ってくるはずなんで、まあ、そこにはプクリンを投げていくって感じですかね。まあ、おそらくプクリンだと思うんですよ。うん。で、こっちはしっかり交代時間を回して、この世猿を投げていって、まあ、案の定プクリンだったので、まあ、これはプクリン同士で潰し合ってもらって、で、あとはあれですね、なんだこの猿で、あいつ、なんだ、なんでしたっけ、トリデプスをボコボコにしていくって感じで OK だと思います。だけど、シールド貼っていって、で、ここでね、凍える風でね、フルで倒してしまった。相手結構ゲージ溜めてるんで、今回の場合は。なので、あれですね、ここは弱く打っちゃっていいですね。対面は別に、
取らなくて OK で、あの潰し合いができれば OK だと思うので、まあ、そういう感じにしました。で、まあ、これも潰し合いになるかな。この後はもう、あれかな、同乗地か若干こっちが先に落ちるぐらいなると思うので、うん、まあ、その後あれですね、カウンターで起点をもらっていって、でダメージ入る前に倒し切っていって、であとはインフラをぶち込んでいくって形でね、まあ、戦えると思います。むしろこれあれかな、カウンターだけでいいかな。下手にインフラ打ってシールドを剥がされて、まあ、剥がしていって、うん、まあ、そこでダメージ取れないよりも、まあ、あのカウンターだけで倒していった方が多分いけると思うので、まあ、そういう感じにしていくってあれですかね。だけで、あれですね、勝ちですね。大勢ありがとうございました。砦で草って来られると結構難しいんですよね。砦で草草だったら負けちゃうと思うんですけれども、砦で草プクリンだったら今みたいな流れに持っていけば、まあ、勝てるんですよね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がエルフーンということで、まあ、きついのでね、まあ、クレスリア投げてったんですけれども、まあ、クレスリアは基本的にもう完璧な受け役なんで、まあ、相手が何打ってこようと、まあ、シールド張らずにね、やっていこうかなと思います。まあ、ムーホー打って逃げていくんじゃないかな。うん。まあ、でもそれはそれで全然食らえるんで、まあ、受けていって、で、相手の裏のポケモン見ていきたいんですけれども、あ、こちらの技のタイミングで変えてきましたね。で、出てきたのが、あいつか、ブルンゲルか。うん、まあ、なかなかめんどくさいの出てきたんですけれども、まあ、でも、相手もゲージ吐かなければこっち倒すことができないんで、うん、まあ、シールドを奪い合って、なんやかんやしていこうかなと思います。まあ、相手の、エルフンがちょっと溜めて引いてるから、うん、まあ、そこは気にはなるんですが、うん。まあ、あれですね、そこだけちょっと注意して。で、この HP の、あの、ブルンゲル残すのは危険なんで、まあ、しっかりシールド貼っていって、で、あれですね、草結びでシールドを剥がしていくって感じですかね。うん。まあ、その後はどうしようかな。もう、あの、怒りざるで無理やり殴っていくっていう感じにするしかないかな。まあ、それで倒しきれれば、まあ、いいんですけれども、まあ、同発取れてるので、うん。まあ、これは OK ですね。で、相手がここで、まあ、波乗りかな。うん、まあ、シールドは取っとかなきゃいけないんで、波乗りってきたんですが、これ相手がね、弱めに打ってきたらちょっときつかったんですけれども、うん。まあ、弱めに打ってこなかったので、まあ、なんとかなりましたね。で、ここはもうガン起点もらうしかないかな。ただ、相手のエルフンがちょっと、溜めて引いてるんで、まあ、難しくはありますよね。うん、かといってここで張らないわけにもいかないですし、うん、シャドウままで溜めてるんでね。で、ここなんですが、ギリギリカウンターのみで持っていけたんで、これ大きかったですね。で、相手張ってくるかなと思ったんですけれども、うん、まあ、ここはもうあれですね。もうかけるしかないですね。もう次の技間に合わないんで、シャドウ2技間に合わないんでね。シャドウ打っていったんですけれども、これが入ったのが大きかったですね。で、カウンターだけでなんとか持っていけて、で、ラスト次第なんですけれども、相手草技でもいいから打っときゃよかったんじゃないかな。で、出てきたポケモンが、ランタンということで、まあ、ここにはインファ打っていって、うん。で、まあ、シールド流したらとプクリンで詰めていくって感じですかね。で、ここはもうプクリン投げないと波乗り打たれちゃうと思うので、まあ、プクリン投げていったんですけれども、まあ、プクリンにインファ圏内まで持っていってしまえば、もう勝ちは確定ですかね。で、まあ、プクリンは別に一発でやられるわけじゃないんで、うん。むしろ相手は、チャームボイス食らえないんでね。うん。なので、まあ、とどめ刺すしかないと思うんですよ。うん、まあ、下手にね、ゲージ溜めてしまうと、まあ、相手は、プクリンを倒しきれなくなってしまうので、まあ、ここで波乗って打ってくるんですけれども、まあ、これであればもう相手、あれですね、次の技間に合わないんで、こっちのインファ先に打てるんでね、まあ、勝ちは確定ですかね。だけど、あと一発カウンターを入れていって、インファイトをぶち込んでいけば、まあ、この HP だったら、ぶっ飛ぶかな、さすがに。まあ、ランタンある程度ね、耐久力とか、まあ、HP 高いんですけれども、まあ、これは耐えないでしょう。うん。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、今回結構出し負けが多かったかな。まあ、出し負け多かったんですけれども、まあ、このヨザルないし、あと、まあ、クレスリア、うん、まあ、そこら辺がしっかり、活躍してくれたのが大きかったですね。やっぱりクレスリアを念力型にしてるっていうのがミソで、サイコカッターだとね、まあ、どうしてもね、ゲージ技に頼らざるを得なくなってしまうので、まあ、念力型にすることによって、まあ、しっかりとね、クレスリアでも通常技でダメージ取れて、うん、しかも相手が結構引きづらいというか、戦いづらいような、そんな流れを作れたので、そこが大きかったかなと思いますね。で、あとはま、このヨザル、まあ、今回ね、インファと、まあ、シャドウボール型採用したんですけれども、まあ、これに対して、関して言えば、まあ、冷凍パンチが欲しいなってタイミングもあったんですけれど、やっぱり回転の問題でね。まあ、でも、まあ、うん。まあ、今回に関して言えばインファイトがしっかり刺さってたんで、まあ、良かったんじゃないかなと思います。うん。まあ、いろんな人がね、もう結構動画上げてるんですけれども、うん。まあ、でも私もね、まあ、上げたくて、まあ、ちょっと厳選してたんで、なかなかいい答えがね、取れなくて、うん。で、まあ、スーパーリーグ1位の答えね、やっと引けたんで、うん。まあ、運が良かったというか、うん。なので、まあね、満を持して、まあ、このヨザル投入してみたんですけれども、まあ、このポケモンは、まあ、今の環境とか、まあ、今後も結構、あれですね、なんだろう、
しっかりと、うん、活躍してくれるポケモンだと思いますね。まあ、それぐらい強かったですね。耐久力も、うん、まあ、そこそこあるから、まあ、めちゃめちゃあるって感じではないんですけども、意外とね、うん、耐えてくれて、うん、まあ、割と戦いやすかった感じがしますね。で、まあ、あと、そうだな、まあ、このパーティーに関して、まあ、注意すべき点として、まあ、一つ挙げられるのが、あれですね、ファイアローですね。ファイアローがとにかく重いかなって感じはしますね。あいつは本当に、ね、もう焼き尽くすで、まあ、襲われただけで多分このパーティー全滅しちゃうと思うので、うん、焼き尽くすじゃない、ニトロチャージか、うん、だけで押してくるだけで、うん、まあ、結構きついんでね。なので、まあ、ファイアローだけはちょっと厳しいから、うん、まあ、このパーティーで4セット潜ったのかな、うん、で、まあ、3勝3勝、2勝4勝とかだったかな。なので、まあ、割と勝ち越せたんですけれども、ただ、ファイアローはその中で2回ぐらい出てきて、2回とも負けてしまったんで、うん、なので、まあ、そこはきつかったですね。あとは、まあ、ファイアローもそうですけれども、あいつ、ラウドボンもやっぱきついですね。うん、まあ、やっぱり裏2匹がね、なんだろうな。まあ、そこら辺に対しての、まあ、打点がそこまで強いゲージ技がないので、うん。なので、まあ、そこがちょっと、まあ、響いたかなって感じはあるんですけれども、これ、場合言ったらクレセリア、あ、でもクレセリア耐久力あれだからな、まあ、フレフワンとかで、なんか、10万ボルトとかでファイアローに対抗するっていうのもちょっと考えたんですけど、まあ、間に合わないか。そうですね。まあ、ハイパーと違ってちょっと間に合わなさそうなんで、まあ、クレセリアの耐久力に耐えるっていう、まあ、パーティーでもあるので、まあ、そこはクレセリアでいいのかなって感じですかね。うん、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しては気にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。